ははいこんにちはるきです今回はですね「習慣を変える方法1」ということでお話をしていこうと思います「で習慣は人生そのものと言ってもよいです」と。 で、人生が幸せな人は幸せになるための習慣を、不幸せな人は不幸せになる習慣を持っていますということですね。で、その習慣っていうのは自分自身で選択していますと。誰に言われたわけでもなく、誰のせいでもなく、自分自身で今の習慣を選択し、自ら進んで幸せ、不幸せな人生を歩んでいますと。で まあ意識的には違っていても無意識的には正解ということですね。まあ今身についている習慣がね、えー、自分自身のせいで身についたものじゃないと。誰かの教育を受けて、誰かの影響を受けて、今の習慣はあるから自分で選択したわけじゃないんだっていうふうにね、えー、思われた方もいると思うんですけど、まあそれも間違ってはないんですね。 まあ確かに今自分が持っている習慣というのは誰かの影響を受けてそれを真似して習慣化しているはずなんですよね。だけれども、まあ、この下で話すんですけど、まあ、どんな習慣を今自分が持っていたとしてもそれを取捨選択しているのは自分自身だということですね。もしこれが仮に誰かからの影響を受けた習慣というのがね変えることができないものですよね。一生それが変えることができないというのが まあ人間の心理だったとするならば、これはもうすでに運命が決まっているということですよね、生まれて誰に教育を受けたかによって自分の人生が決まってしまう、まあ、もっと言ってしまうと運命がもう決まっていると言っても過言ではないわけですよね、でも僕たちの人生というのはそうではないわけです、自分の意思、自分の無意識というのをうまく使って、この習慣というのを変えていくことができるわけですよね。 たとえどんな習慣を今持っていたとしてもその今の習慣を変えていくっていうふうに自分で決めたらね変えることができるんですよねだから自分自身で選択しているということを僕は言っていますということですねでなぜなら習慣は人生そのものを作るものであり習慣を身につけたのは他でもない自分だからですとでここで自分、自分っていうふうに言っているのは習慣は後から変えることができるからですと 今話した,内容です、ねまあ、たとえ親から教育されて身についた習慣でも学校の先生に言われて身についた習慣でも会社の上司に言われて身についた習慣でも恋人に言われて身についた習慣であったとしても自分自身で習慣を変えることができるからだから自分自身で選んでいると言っているのですということですで一度身についた習慣は必ず変えることができますということですね で習慣を変えるということは人生そのものを変えると言っても過言ではありませんとでその習慣を変えるのか変えずにそのままでいるのかを決めるのはあなた自身ですということですね、まあ、僕自身とも言えますよねでそうは言ってもなかなか習慣を変えることは難しいですよねとなぜなら習慣は意識よりも無意識に強い影響を受けており無意識に書き込まれた記憶が自動で再生されるものだからですと、うんまあおそらく ね、なんでね習慣が変えられないのかっていう,ふうに、ね、皆さん考えていると思うんですよ、医、ね、師の力で今の自分のね、えー、やっていることで変えたいと日々ね、えー、やってしまう、なんとなくやってしまうんだけど、この癖なんとか直したいなとかっていうね癖とかあると思うんですよ、まあ、考え方もそうですけどね、なんかすごいネガティブに考えちゃうんだよなとか。うん あのー、なかなか、ねえー、自分の思い通りにいかないことがあって、えー、そういうことがあると必ず自分を責めてしまうとかこういうのも、ね、習慣なんですよ、考え方の習慣ですね一見、外に出てくる習慣が全ての習慣かというとそうではなくてあの思考上で起きている考え方の癖というのも習慣の一つになります、うん、で、これを変えよう変えようと思って、まあ、おそらくいろいろなセミナーに行って たりとかね、人生を変えたいとうう思っている方は自分自身の習慣を変えるのとほぼ一緒なんですよね、うん、1日24時間何をやっているかというのが自分の人生を作っていくわけですから、すなわちそれというのは習慣に強い影響を受けているわけなので、えー、習慣を変えるために皆さん自己啓発のセミナー行ったりとかいろんな学びを得ていると思うんですよね、だけれども、ね、その受けたときは何となくできるかもって思うんですよね。すごい、ね、ノウハウハを教わって 実際こういうふうにやってくださいねっていうふうに教わるんだけれども、ね、い,いざ日常に戻るとそれが全然できないと、うん、なぜかというと習慣っていうのは意識よりも無意識に強い影響を受けていて無意識に書き込まれた記憶が自動で再生されているものだからなんですねだから例えば 10年間ずっとネガティブな思考しかできなかった人がいるとしますよね。何をに対しても自分は前向きに捉えることができなくて、もうずっとネガティブな思考を繰り返していたという習慣を持っている人がいたとしたら、その10年分自分がネガティブでいると、ネガティブな解釈をしたという記憶が10年分自分の潜在意識に蓄積されているわけですよね。その10年分蓄積されたネガティブな習慣っていうのを、 たった1回のセミナーで変えることは難しいんですよ。うん。まあ、そのセミナーとか、あまあ例えばコンサルとか、ね、何かこう学びを得たと。それはきっかけにはなるんですね。自分を変えるきっかけには非常に有効というか、むしろそれがなかったら自分を変えるきっかけというのはないわけですから、誰かの助言を受けるとか。 誰かに教えてもらうというのはすごく大事なことなんですね、自分の人生を変える転機にはなるんですけど、それだけで人生が変わるというのはイコールじゃないということです、それまであった自分の記憶、潜在意識に書き込まれた記憶が、ね、データベース上に残っている以上は、自分自身でそのデータベースを書き換えていく必要があるということです、これがすなわち習慣を変えるということなんですね。まあ例えばね 禁煙したいと、意識で思っていたとしても、いつの間にかタバコに手が伸びていて、いつの間にかライターに火をつけてタバコを吸っていると、タバコ吸っていて禁煙したいと思った方であれば、これ、ものすごい刺さるメッセージなんじゃないですかね。まあ、あとは禁酒したいというふうに、意識で思っていたとしても、いつの間にか、ね、お酒に手が伸びていて、いつの間にかお酒飲んじゃってますよね。 これ本当にお酒が好きな人だったらもう本当にああその通りだなっていう,ふうに思われると思うんですよ、うんまあ、これ以外にもありますよね、まあ、テレビが好きだっていう人でね、まあ、例えば、あーまあ、この番チャンネル見てる方であれば、まあ、稼ぎたい、お金を、ね、もっともっと稼ぎたいっていう方が多いと思うんで、ねえー、どこか、ね、稼げるノウハウを教えてくれる塾に入ったんだけれども、ね、それ、方法は教えてもらったと。だけれども ね、その使うべき時間ですよね。自分が本当はその稼ぐためにね、時間を使わなければいけないのに、なぜか、ね、なぜかテレビを見てしまうと。うん、家に帰ったらニュースをつけて、ね、別に見たいニュースがあるわけでもないんですけど、なんとなくテレビをね、電源入れてしまう。ね、ありますよね、おそらく。で本当はやるべきことがあるのに、無駄な YouTube 動画を見てしまうと。 本当は、ね、やるべきことがあるのに、人の Facebook を見てしまうとか、本当はやらなければいけないことがあるのになぜか無駄に LINE を開いてしまっているとか、こんなことないですかね、うん。こういう習慣を自分自身で直していかなかったら人生というのは変えられないと。どんなにいいことを教わり、どんなに優れた、ね、ノウハウを教わり、どんなに優れた教えをいただいたとしても、 自分自身の習慣が変えられなかったら自分自身の習慣にそのノウハウをちゃんとね、すり込めなかったら今までと変わらない人生が待ってるということなんですねまあまあ、こんな状態ですよねっていうことですで、これはなぜかっていうのは答えは簡単ですということですタバコを吸って気持ちが落ち着いたなとかねイライラしてる時にタバコを吸ってあなんかやっぱりタバコがあると楽になるなとかってね そういう記憶っていうのが潜在意識の中にあるからなんですね。で、お酒を飲んで、ね、楽しくなって、気持ちよくなってよっパラッた。ね。で、その時に、なんかいろいろね、えー、なんか人ともね、腹を割って話せて、あ、普段だったら自分はこんなに話せないのに、お酒を飲んだらね、こんなに人とね、打ち解けることができて、すごい楽しかったっていう記憶があるとか、ね、お酒を飲んだら、 ね、普段はあんまり気持ちよく寝れないのに気持ちよく寝れたとかね、そういういい経験ですよね、自分にとって気持ちがいいという快楽の経験がワンセットになっているという場合、その記憶があるとなかなかその習慣というのは消えないわけですね、もうそれがもう潜在意識の中にワンセットになっているわけですよ、タバコを吸うと落ち着いた、これもまあ,ある意味快楽を得ている、リラックスしているという快楽を得ているわけですね。 お酒を飲んで、まあ、直接的に気持ちよくなったとこれも明らかに快楽ですよねで人間は快楽に対する習慣というのはすぐに身につくんですよね誰に言われなくても自分が気持ちがいいとか楽しいとかそういった欲望ですよ、ね、を満たすものですよねそういったものっていうのはもう習慣化しやすいんですよで逆に言えば自分がやりたくないとか大変だとか面倒くさいとか そういったことっていうのは習慣化しにくいんですね、これを覚えておいていただきたいんですけど、だから今、あなたが持っていて、まあ、例えばですよ、別にこれをやめ,やめる、辞めないというのはもう本当に自分で決めることなんで、ただ、やるべきことが他にある場合、ですね例えばお金を稼ぐという目的があって、まあ、今ね、ねサラリーマンの方であっても自営業されている方でもそうなんですけど、まあ、サラリーマンの方だったら今よりも収入伸ばしたいから副業しているわけですよね。で 本業の方であれば、今よりももっともっと収入を上げていきたい、会社を大きくしていきたいという目標があるから今、自営業をされているわけですよね、収入を下げたいと思って自営業をされている方、一人もいないと思うんですよ、間違いなく収入を上げたいとうう考えているはずなんですね、そしたらやるべきことって絶対ありますよね、100%そこに使う時間がないと、ね、その成長というのは難しいわけですよね、だけれども、やっぱり快楽の方が習慣になってしまって、 そっっっちにばっかりね時間を使ってしまうだからうまくいかなくなるわけなんですよ、だからなるべくして今の状態になっているということですね、なのでこういうまあ快楽を得て習慣化してしまうということをどれだけコントロールしてなくしていくかということなんですよね、うん、そうすることによって、これを断つとね決断して決めて断つ、決断って決めて断つという字を書きますけど、断つことによって、 そ,のそこに空白ができるわけですよ空白の時間がで,できてその空白の時間というのを新しいそのビジネスに投資していくというのがやっぱお金を稼ぐという、ねえー、ところでいう,もう最低限のマインドセットになりますね、うん、なので習慣というのは快楽的なものというのはすぐに身につきやすいとだけれども自分がやりたくないとか面倒くさいとかね えまあ仕事をするっていうのもそうですよね、まあ、普通に考えたらあやりたくないってみんな思ってるはずなんですよ、よほどそれがすごい楽しいってものでない限り、そこまでやりたくないと、うん、できれば避けたいなって思ってることなんで、だから、ねえー、仕事の習慣っていうのはなかなかつかないわけなんですよね、うまくいきにくいってことなんですよ、うんまあ、ちょっとこれは頭に入れておいていただければと思います。 でまあ、そういった記憶が、まあ、快楽の記憶が自動的に再生して、自分の意志とは無関係に体が勝手に動いてしまうわけですと。だから、頭で禁煙しよう、禁酒しようっていうふうに思っても、なかなか成功できないと、うん。以前僕が動画で意識と潜在意識の力関係の話をしましたよね。うん、意識よりも潜在意識の方が、はるかに強い力を持ってるんですね。 自分の頭でどれだけ、ね、禁煙しようとか禁酒しようとうう思ったとしても一度潜在意識の方に書き込まれた快楽の記憶というのはなかなか消えないわけですよね、そっちの方がどんどん,どん,どん、ね、意識上に上がってきて記憶として再生されて思い出すんですよ、そうするとなぜか勝手にその記憶に影響を受けてやってしまうわけなんですよね、うん、だからあーなかなか、ねえー、快,楽を快楽の習慣をやめるというのは難しいわけですということです。 で習慣を変えられる人は意志の強い人だという,ふうに思う人が多いと思いますとしかし現実は違うんですね人間の意思,なんて意思の力なんてもうとってもとっても弱くてもろいものなんですよな,なぜかというと潜在意識の方が強いからなんですねどんなに意志の力で、ね、禁酒しようとか禁煙しようというふうにね意志の力だけで頑張ろうとしても潜在意識の力の方がやっぱ圧倒的に強いですからこれはもう全て万人に。 共通して言えるんですねだからなかなかやっぱりね、えー、自分の意思の力だけでは変えられないっていうことなんですよね。うん。じゃあどうするのと。何が違うのと。っていうと、えー、決断して環境を変えることができるかどうかってことなんですね。要は、あ環境を変えるっていうふうに決める、決断するってことですね。まあ、この環境の力を やっぱり、ねえー、利用して自分自身の習慣っていうのを変えるのが一番効果的です、自分の,自分の、ね、環境を何も変えずに医師の力だけでやるんだ、やるんだって思っていてもなかなか難しいということですね、うん、だからもしタバコとか、ね、お酒を吸っている人がやめたいというのであれば、もうタバコとライターは捨ててくださいということです、必ず入っているはずですよね、ポケットの中に、うん、ライターも入っているはずです。 バッグの中とか、まあ、家に帰ればどこかにあるはずなんですよ、うん。でも、もう本当にタバコやめたいんだったらタバコを捨ててください。でライターも捨ててください。家にね、えー、まだワンカートン、ツーカートンあるという方でも全部捨ててくださいということをですね。全て捨て去ると。うん、で、えー、晩酌しているとお酒を飲むっていう人であれば今すぐね今日中にお酒を捨てるということです。もうそのやめたい習慣の根源になるものっていうのは捨てると。でおつまみも当たり前ですけど捨ててくださいと。 で、多分1回捨てただけだと繰り返すんですよ、うん、1回ね、えー、こうやって捨ててもまた買うんですよ、習慣があるから、ね、でもまた捨てるんですよね、ねずっと捨てていくんですよ、あっ、ったら捨てる、もう吸ったら捨てるっていう、う繰り返していくと、徐々に徐々に、ね、これもったいないなっていうふうに気づいてくるんですよね、で明らかに、えー、捨てるっていう習慣をつけると、新たに買うっていう習慣が減ってきます、間違いなくね。 うん、だって買ったら捨てるわけですから、捨てるっていう習慣が身についてるんで、買っても捨てちゃうんですよ、だからそれだったら意味ないなっていう,ふうに気づくわけですよね、どこかで。だからもう捨て続けるってことです、うん、それで環境的に自分の中に、自分の人生の中にお酒とタバコっていうものをなくしていくっていうことですね、これが一番解決します、もしテレビを見てしまうんだったらテレビは捨てるか売るか、なくすってことです、家からなくす、うん、これが一番手っ取り早いですね。まあ、環境がが変わってるのでテレビが見る いう環境がなければ見ませんから、うん、で、まあ、YouTube 見ちゃうっていう人に関してはもうそれはスマホ捨てるしかもないですよねスマホを捨てるとかあもう開かないってことですよねスマホ自体を開く時間を決めてもう開かないようにすると、うん、これが一番手っ取り早いかなと思いますでなぜそうまでするのかというのは人は環境に強く影響を受ける生き物だからですね 喫煙者の方の前にタバコが目の前にあればかなり高確率でタバコを吸いますとで飲酒している人の目の前にお酒があればかなり高確率でお酒を飲みますとこれはもう潜在意識が勝手に働きますから、ね、目の前に自分が欲しいものがあれば取っちゃいますよね、これ人間誰でもそうなんですよ。ほとんどの方がね このことを知らずに無意識に置いてあれば無意識に飲んじゃうんですよ。この話を聞,かな聞いた後はね、もちろんその話が頭に入ってますから、今日は明日ぐらいはねあ、やめるっていうふうに言えるかもしれないですけど、1ヶ月後見てくださいと。もう面白いぐらいに吸ってたりとか、ねえー、飲酒したりしてますから。テレビ見たりもしてますしね。恐ろしいぐらいに前と同じ行動をとってるんで、うん、それがもう証拠っていうことですよね。それぐらい自分の潜在意識の力は恐ろしい力があると。 えいうことです、うんでまあ、目の前に自分の求めているものがこれちょっと間違ててますけど自分のの求めているものがあれば手を出してしまうのが人間ですと、で要するにどんなに意志の強い人でも自分が求めているものが目の前にあればその場合はほとんどの場合、違和感に勝てないということですね、これが自分の意思ではどうにもできない、努力、気合、根性ではなかなか人生が変えられないということです。 人生が変えられないというのはそもそも習慣を変えられないからなんですね習慣が自分の人生を作っているんですよ、うん、ただその習慣というのは変えれるんですね、うん、その習慣を変える方法というのは環境を変えるということです自分の意思でどんなに、ね、頑張って今の現状の状況を変えずに意志の力だけでどんなにどんなにどんんななにに考えてどんなに,どんなに、ねえー、習慣を変えようと思っても基本難しいということですだから環境を変えると いうことが非常に重要になってくるということですね。なので、まあ、今回はね、えー、習慣を変える方法の1として、まあ、快楽ですよね。自分にとっての快楽の習慣で、ちょっとこれやめた方がいいなというふうに思うような習慣の変え方について話をしていきました。でこの習慣に関してはね、もちろんめんどくさいとか、辛いとか、逆にこっちを習慣化しないといけないこと、まあ、例えば稼ぐとかっていうのはね、ねみんながみんなすべてにおいて快楽、 かっていううとと逆だと思うんですよねできればやりたくないとか、うん、人がやりたくないことをやるから逆に言えばお金になったりするわけなんですね、うん、人が面倒くさいなって思うことをやるからそこが価値になってお金になったりするわけなんで、うん、お金を稼ぐっていうことは、すべからく自分の楽しいことをやればお金が稼げるっていうわけじゃないんですよ、自分が楽しいことだけやって稼げるというのは,それは趣味なんで、たまたま当たってそれがね、えー うまくいくっていうケースもありますけど、ほとんどの人の場合はそうじゃないです。うん。自分の楽しいこととかね。自分の価値観で、これは、これをやってればね。例えば、任天堂 d s がすごい楽しいから、任天堂 d s やってればお金稼げますか稼げないですよね。自分はお酒が飲むのが好きだから、お酒飲んでればお,お金が稼げるかって絶対稼げないじゃないですか。うん。あの、お金を稼ぐためにはやるべきことがあって。 で、ほとんどの場合が、快楽とはかけ離れたところに、そのね、お金を稼ぐっていう行為はあるので、逆にそのお金を稼ぐ、ね、習慣についても、ちょっとお話をしていきたいなっていうふうに考えています。はい。今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。はい。今回の動画が、もしあなたの何かのためになったということであれば、ぜひグッドボタンを押して応援していただけると幸いです。でこういった動画をどんどんアップしていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 で、動画の下にメルマガの URL ありますので、そちら登録してもらうと、僕と連絡が直接取れますので、ぜひメルマガ登録の方もよろしくお願いします。はい。それでは最後までお聞きいただき、ありがとうございました。感謝いたします。